漫画の本ないの？それうん、白くて柔らかそう。肉まん？それ、あきこさんに作ってもらったの？買えるかな、まことでも。漫画は？漫画の本も買える？行ってくる、商店街。そんなのしないよ。
それに食後にマッサージなんてしたら気持ち悪くなるよ、多分。まだよう言ってないよ、私。だから、マッサージなんてしないよ。ノート、返してもらいに来たの。貸してあったよ、私のノート。今から予習復習するの。だから今夜は返して。嘘だよね。じゃあじゃないってば。じょうでもないよ。それはこっちが聞きたいよ。どうしたらいいんだよ。ごまかさないでよ。私は予習復習をしたいだけだよ。言わない。昔から変わってないよね、そういうところ。違うよ。自分の都合で私を困らせても平気なところ。なんだと思ってたの？そうなんだけどね。
どうしたの？火事だって、火事！誠の部屋から煙がたくさん！え？それ誠の。でもそれ部屋に。ううん、なんでもない。あのね、誠、これは寝ながら炊いてはダメなの。煙たくさん吸って体に悪いでしょ。それにどうしてそんなことしたの？虫なんか今自分いないでしょ。あう。ゴキブリ出たからすごい大きいの。こんなの。ほんとだ。誠、びっくりしたの。だから。だったら、黙ってこんなことしないで。私に言ってくれたら、なんとかするから。一人で何かしようと思わないで。
痛いのよ。やっぱり、やったのね。見てなさいよ。もう本当、手加減してあげないんだから。今までがラッキーだったんだからね。そう幸運は続かないわよ。おはようございます。うにゅん。ケロピー、ケロピー、ケロピーはここ。ふう。なゆき、早く食べてしまわないと時間なくなるわよ。うん、うん。家族が増えて嬉しいわ。ごちそうさまでした。ちょっと待って。私まだパジャマだよ。すっごく気にするよ。短いよ。部屋にも戻れないよ。一緒だよ。学校終わるよ。
お待たせ。ちょっと待って。私のぬいぐるみがなくなってるんだけど。え？で、どうしてどのぬいぐるみがなくなったか知ってるの？それにケロピーって名前まで。走らないとダメだね。それも一生懸命走らないとダメかも。多分。ずっと努力はしてるんだけど、何かいい方法ないかな。嫌だよ。授業中に眠くなるもん。ケロピーは関係ないと思うけど。ああ、そんなことしたらダメだよ。絶対にダメだよ。うん、頑張ってみるよ。